我が腹の内はお前を見ると踊り出す。スパゲッティやったっけ、なんか下に乗ってるやつ。我の最愛にしていいとこなしの、飢餓人間、ガキ畜生か。何やねん飢餓人間って。把握した。我が諸君はしくじったようだな。よろしい。おそらくそれは来たるべき定めだったのだろう。我は小僧の頃からならず者であった。お前はよく知っていることだが。そうだな、ブラッド。お楽しみに興じようではないか。これが最初で最後だ。昔のよしみだな。この道の先には小舟が一隻ある。お前がそこのバイクに飛び乗り小舟まで競争するというのはどうだろうか。我々の求める少女が海にいたのをしかと見た。先に小舟にたどり着いたもの、それが彼女を一番に手に入れるものだ。分かった、いいだろう。その話受けてやろう。ブラッド、やはりお前は、我はお前が好きだった。それでだ、賭け事はなしだ。純粋に楽しもうではないか。行くぞスパゲッティ行け。え、そんな無理や、お前ふざけやがって。はあ、お前なんやねんこれ。どうすんねん俺これ。おい、どうやったらいけんねんってこれ。え、どう、なんやねんこれ。何をどうしたらいいねんこれ。こんな無理やんけ。何、こっちから行くんかこれ。いや無理やん。なんかなかったっけ。あ、これや。これで行くの。おうおうおおお。あ、まあ、わかったわかった。ちょっと待って、やり直させて。ここなんか2個飛べんのな、ここな。ジャンプであんのな。おっしゃ。おいし、行け。全速力よ、全速力よ。やるよ。行け。このままぶっちぎれ、ぶっちぎれ、ぶっちぎれ。お前が一番よ。あ、しくった、ごめん。あ、ちょっと、いや、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。これ、よっしゃ、行くぞ、行くぞ。え、なんかごめんなさい。死んできたらいつか僕。あ、死んできますじゃあ、はい。よし、いいぞ、帰ろう。はい、行った。飛んだ。さらに飛んだ。飛んだ。ここまだあんねん、まだあんねん。まだここで飛んで、ここで待ち。待ち。オッケー。これ大丈夫。はい、俺の勝ち。はい、俺の勝ち、たまー。な、見た？見事だ。ほれ。育毛剤を手に入れた。いらんねんけど、そんな。小舟など初めからなかったのだ。お前が生まれてこの方ずっと我はお前をいじめてきたな。実はそれはお前を恨んでいたがための行いだったんだ。嫉妬してたってことなんやろ。とにかく嘘をついてすまなかった。だが来てくれたことには感謝する。お前の行動の中に我が認めるべきことを見せられたように思えるぞ。そこでだ、古き友よ、我はもう行かなくてはならない。そしてすまないが、お前にも我とこの道を共にしてもらおう。うん、我々は実に楽しいんだ。そうだろう。お前を思うと心に穴が開くようだ。おおおお。お、じゃあなんでスパゲッティ寄った。辛い思いをさせてすまなかった。さらばブラッドレイ諸君、我もそちらへ向かおう。スパゲッティかわいそう、めっちゃ。あ、うん、なんかごめんな、ガソリンが切れてる。なんてご都合主義な。まあいろいろあったんやろうな。まあここに穴があってね、ここに行こうと思うんですけど。新しい入り方。あ、これ戻ってきたんかな。戻ってきたっぽいね。うん、なんかやっぱ思うものあるよね。やっぱこうして駅末みたいなところに生まれちゃうとさ、うん、と考えることももうなんかそういう風に寄ってしまうんやろなっていう気はするよな。まあいいや、ちょっとあの地図でリゾート行きましょうかね。せっかくこれね、楽しみにしてたんですよ僕も。リゾートの地図シャーディに見せてみようってやつね。これは地図かな、それとも海図。うん、これはビーチリゾート、きっと最高だよ。行こうよ。どうする。いや行こうよ。そうよ、乗った。いやーこれ楽しみよ。前回ここが真っ暗になっててよ、もうこのね
あのなんていうの、この俺のために生きてるような、もうこれを見ながらを食う昼飯が最高なんだよな、ほんと。あ、来た、ついたよ。うん、皮膚に見えねえけど、ここが皮膚に見えんか。ちょ、自転車だけ乗っとこう。よし、行くぞ。ま、アイテムや、これはココラコーラ、ナイス。体力大丈夫よね。まあ大丈夫でしょ、ワイルドカードも十分 SP あるしね。あ、セーブや、セーブしとこう。よし、14にセーブしよう。まだハエのね、ミスターフライの、あ、リゾートって書いてる、能力見てないから。入ってみますか。あ、ほんまにリゾート。この張り紙の内容は難解なことばかりだ。どういうこと。なんかいろいろ規則書かれてんのかな、走ってはいけませんとか、そういう類の部屋があるね。うわ、何これ、汚っ。なんなん、全部困ってんの。え、何があったんここで。うわー、なんか左にたこ焼きみたいなやついる。たこ焼きおじさんや。うわー、あー、はい、こいつ。うわ、なんか何ここ、なんかお化け屋敷になってるやん。もう俺、あの無理やわ、俺、ああいうの無理、ああいうの規則悪い、おぞましい系無理。うーわ、あふれ返ってるやん、たこ焼き。これ道を塞いでいる。いや、ほら、たこ焼きおじさんや、これ。たこ焼きおじさんのリゾート施設ってこと、ここ。たこ焼きリゾートじゃ、これ。たこ焼きリゾートや。うわ、たこ焼きおじさん動き出してるやん。なにこれ。たこ焼きおじさんの順番待ち、これ、行列のできるたこ焼きおじさんのリゾート施設じゃん、じゃあ。なんでもいいわ。何すんねんで、これ。なんやねん、これ。全部ひっくり返せってか、たこ焼き全部ひっくり返したいんか、これ。お前もひっくり返れ、じゃあ。ひっくり返らへんわ。はい、ごめんなさい。ちょっとよくわからなかったんで、右行きまーす。あれ、行けへん。え、ここに何かあるってことじゃ。え、っていうことやんな、あいつをなんかしなあかんのか、やっぱり。ん、んカチャコンってなったな、光か。あっ、なんか上行けた。あ、こっから上行けるわ。ひょいとか言うて、ここか。あ、上来た、これ。あ、上来たっぽい、こっちも行ける。あ、ちょっと待って、たこ焼きおじさんの当選簿のコーナーなってるけど、まあ、いっぱいいる。あ、こっちは、ここも何もないか。こっちは、これは、こっちがか、ここ下行ったら塞がれてんのよな。上は行けると、大広間。うわ、お父さんやん。あ、戦うのこれ。ん、何これ、なんか気持ち悪いねんけど、めっちゃ。いや、もういいわいいわいいわ、なんかよくわからんけどいいわ。ん、こっちは何もないんか。あ、じゃあさっきのところかな、が本筋かな、もしかするとこの一番左かな、ここ、ここ、これ戦わなあかんちゃう。あ、うー、言うて向こう行った。あ、むっちゃいるやん。あ、むっちゃいる、なんかラッパーある、ほんで。なにこれ。粗悪な作りの像だ。ん？像だ。ほら。見た？今。みんな聞いた？カチってならへんかった？もうならへんのよな。の、なった！カチって。なったな、今。これでだから3つ？なった！お、なった！ゴムなった！じゃあ何これ、4つ鳴らした？ 5 つ鳴らした？なんか分からんけど、なんか他にもあんのかな。こことかなんかめっちゃめんどくさいけど、実は押すとこあったりとか。いや、でも大体見たんやけどな。だから全部今のカチャンっていうのを鳴らすことによって、なんかどっかに変化があるとか。あとはもうここしか。あ、ちょっと待って、え、こんなんあったっけか。ん、あれ、これ、な、え、なんで、何？ウィークエンドゲートウェイ。うわ！え？あ、これ戦わなあかんの？これ。めっちゃアイテムあるやん。ダンディーボーイ。完全に意識を失っている。人殺しを終えたところだろうか。え？何？最近死んだん？スナビー。絹のポンチョ。あ、ジョイちゃん、ジョイや。あ、なんかいっぱいある。
え、何これ戦わんでいいの？え、何？手に入れたもん何これ？推進力になるもの？これダンディ、あ、武器や。ダンディーボーイ、虚弱男子のためのパワフルな銃。はあ、あ、スナビーもそうじゃん。お、強いぞダンディーボーイ。これ ATK112 ってだいぶ上がったな。これあのあれね、ハエね、ハエってハエっていうのちょっとかわいそうやけど、あ、これを取るために来たんかな。もしかしたらダンディーボーイを回収するためのそういうリゾートホテルなんかもしれへん。ん？ちょっと、え？ちょっと待った、こんなとこ俺来た？え？ここ入ってない俺。意外や、意外なとこ入ってない。なんか真っ暗で、ちょっとここにおっさんおんのよ、仮面かぶったおっさんみたいな。引き返せ。 奥には何があるんだ。え？ほら、マスクかぶったおっさん。あ、これででもちょっとフライの能力値を見れるからよかったけれども、スプーニーサイドウォークビ下の名前変わってるなお前、短すぎるやろちょっと。まあ普通に倒していきましょうか。フライの射場射撃、ゲロゲロ、ランダムな効果を呼び起こす。カートスラム、猛烈に加速する。カートスラムに猛烈に加速する。これ全体攻撃なんちゃう？わ、全体攻撃や。あー、なるほどね。よし、いけ。まず猛毒続く。はい、バーン、いった。1030、おー、でかいな。1032か。ウィークポイント3196はでかすぎるな。これも結構効くんちゃう？ウィークポイントやもんな。お、ガードしてる。はい、バカだ。これはもう、ここが変わったんじゃない？これ。バックインフェルノで。フライは普通に攻撃しても敵全体って書いてるから、こいつすごい。だから、あの、5人戦った時とかにおったらよかったかもしれないね。よっしゃ、じゃあエクストリーム続くで。これで買ったんじゃないかなと思うんだけど。おお、いいね、いいね。バーンっていって、ウィークポイント。あ、297。あれ？あ、ガードしてるからか。にしては、エクストリーム続く結構いったよな。お前は何をしでかしているか分かっていないな。なんか、そのなんかお前の、後々になんか伏線反応やめろよ、お前。あ、ランドーの軍用色。さあ、倒したんですけれども、ここで一回回復かましてきました。アクト2、あ、マップ2かな。で、回復したんですけどね。ブラッドの状態異常が、なんか変な感じになってますね。サングラスの、サンプラザの中の状態に入ってるんですけど、これが、どういうことかちょっとまだ分かってません。で、あと装備もよくしました。今最高の装備。あ、頭のハイパー育毛剤がハイパー芋臭いに見えるんですけど、絹のポンチョとかね、そういうのもつけたりとかして、フライの武器も変わっています。で、ここ入っていけばいいのかな？あ！すっげえわーやな。どっち行けばいいんやろ。あ、こっちか？左行けばいい。おーおー、ちょ、待って。なんやねん、そんな耐えられるわけないやん、これ。え、こ前のやつ？前のやつやったら、こう、普通に戦うだけで多分大丈夫やと思うんだけどな。よっしゃ、全然大丈夫でしたね。あんま強くなかったんですね。よし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 。え、ちょっと待って、これ、左のやつも叩いといた方がいいんかな？え、これ叩いとかんでもいいんかな？俺一個気になるのはさ、こうするやんか。ここ登るやんか。あ、避けられんのか。避けられんのやったら、これ、避けていこう。うわ、何これ。うわ、何こいつ、まばたきしよる。ちょっと待って。かわ。ちょっと待って、あいつちょっと後回しでしょ。あいつは怖いわ。で、こう右行ってみよう。右の方行ってみて。こっちはどうなってんのやろ。ん？こっち先進むんか？はい、倒したよ。右と左か。ちょっとなんか背景か。おう、背景変わってるな。こう左から行ってみるか、じゃあ。これはどういう風なダンジョンなんやろ。あ、ハチミツや。なんかファーディー思い出すな、これ。ああ、助かったよ。僕の名前はトビー。僕を救うために来てくれたの？そうよ、お前。そう、もうはるばるマップ2からお前来たんよ、俺。クリスプのところまで連れて行ってくれないかな。きっと海の近くの崖にいるはず。彼との再会を待ちきれないよ。ああ、トビーね。了解了解。これいるところももう覚えてるしね。これは何やねんやろ？行き止まりなんかな？なんか一個一個行き止まりの先進む道みたいなのがあんのかなとするならば、戻ってあいつ倒してしまいたいねんけどな。一回見たやつね。あ、危なっ。あ、なんか下のまぶたが行ってしまってるやつね。こっちはやっぱこっち先進むもんな。じゃないんかな。あ、もうええて。よし、どうしようかな。まあ行こうか。先行こうか。なんかこの雲復活しても一番いらんしな。よし、こうやろ。右から行ってみるよ。よいしょ。ん？あ、宝物や。悪魔の肩パッド。悪魔の肩パッドですか？
はあ、こう使えるやつでもね、肩パッドつくやついないと思うんで、まあまた後にしよう。あのおじいちゃんアメフトボーラーがいるときはね、つけられたかもしれないけど、こいつここまで来て、よし、倒したから行くよ、左側ね。あー、やっぱ進むんか。戻ってしまった方がいいかもな、すぐ忘れるからな。まあでもこいつが復活してんのが一番嫌やのよね。これ一回倒したやつが復活しちゃうことが、多分こう普通にねコンボじゃなくても、うん、倒せるよな。 RT の攻撃待たずして倒してしまえるもんな。まあ行ける時に行っといてもいいか。はいや、よし、右行くよ。あ、日の丸って感じ。え、ならば左から見とこうよ、さすがに。こっからはちゃんと潰して、なんやねんお前、待ってたやん。ちょっと、よし、左側入るよ。あ、よ、ここのやつじゃないだろう、よそ者が。さっさと出ていけ。はあ、まあ、ふざけた、ちょっと戦おうよお前、判断を誤ったな。あ、はあ、これちょっと待って、左から2番目ナスビえではないよな。なんかちょっと見たことあるような気もしないでもない。いやでも知らん人ばっかりかなのはずやもんな。全体攻撃がちょっとないから今ないと思うんですよ。だからやっぱ真ん中倒しといた方がいいかな。半津波、ヒューイ藤原、ネット田中、ハーマン正俊、なんか日系大体日系ヨウホウセイこれちょっと待てよ、俺名前見たらさ、マルコヒトシって書いてるけど、松本ヒトシ、遠藤正蔵みたいな、これ山崎法政みたいなことじゃないの。この津波側から、反津波側から、夏美なんかな、浜田さんの嫁さんみたいな。これ藤原はフジモンとかの藤原なんかな。これが田中でしょ、ココリコ田中でしょ。ほんで正俊ってほら浜田正俊でしょ。そういう名前からもじってきてるんちゃうかなと思うね。だからガキ使隊やと思うんだけどこれ。はあ、なるほどね、わかりました、わかりました。まあ一回普通に戦ってみましょうか。さあ、では皆さん見てもらいましょう。フライが全体攻撃してくれるから、いけ。まず津波ドライバーね。あ、結構強いな。でこれ全体攻撃ミス、せんオッケーオッケーオッケーその攻撃に攻撃を合わせられたら全然見えへんから、ちょっとやめてほしいんだけど。これ左側倒せへんかったらあかんよ。浜田さんぐらい倒せへんかった話ならへんねんけどな。え、RT、 あ、RT やられてる。え、まずい、めっちゃ硬いんちゃうこいつら。え、どうしよう。え、ブラッドのこの状態って、え、ちょっとあんまよくわからへんねんけど、カートスラムで勝負かけるしかないよな。まずい、全然浜田さんが硬すぎる。まず、え、夏美ちゃん力食べて、あいさ、浜田倒した。1022000、いや、いいねいいねいいね。誰か倒れた。あれ誰かわからん。あ、ここら辺倒れて、あれ法政かな、法政マイフレンド倒れた。これ田中、これこと田中だけ似せてますよね、顔を寄せていってますよね。おお、危ない。よし、ナイス、いいぞ。これで、あ、ナイス。これでフジモンと、あれだ、遠藤正蔵とフジモンがやられた。ここ松本ひとし、よいしょ、ナイス、松本ひとし倒した。これでガキつくかメンバーは倒したな。あとはもうただのあの嫁さんやからな。よしこれはでかいぞ。で炎上入ってるからサベージエルボーのフライバーも普通に攻撃してエクストリームつく。これで倒せるかもしれないよ。津波ドライバーもそんなに強くないのよな。よし、今しかもこのブラッドの状態がよくわからんけどかなり良くて、あー、ぐでんぐでん伸びた。よし、いいぞ、レベルも上がったし。よしお、だいぶくれた。忍者のスカーフやって使えるかもね。殺って書いてるな。ここだから和風やねんな。だからそういうところにもじってきたんやろな。ギースが使えへんか、あ、使えへんか。フライも使えへんもんな。まあいいか、じゃあこっち行こう。ん、何これ、うちわ、大きなうちわ。あ、推進力ってこれのことか。あー、なるほど、今だから私は船を作るっていう話ですから。あ、結構サクサク来たのかもしれない。え、じゃあってことはこっちの先進む方は何が回ってんの。え、もうだって必要ないんじゃないですか。一体型ん、よし、じゃあちょっとなんか馬一体型は意味わからなかったんで、この下まぶたビロビロと戦ってみましょうかね。戦うんかな。あ、戦うね、オッケーオッケー。なんかこいつどっかで見たことあんね、なんかスチームのゲームの紹介かなんかで見たことあんのよな、こいつな。 BD、 よし、じゃあ行きましょう、戦闘開始。まず猛毒続く。あー、もうそこ失敗しちゃうとダメで、
でこれでブラッドが最近攻撃早なってるからアダスでいこう。ファイアーボール4。いいね、ダメージ取るね。さらにインフェルノ炎上。うわっ、あっ、危なっ、危なっ、危ねえ。ブラッドでよかった。え、あれやんな、あれ、これ他のやつにやられたらのやつやんな。あっ、危ねえ。ちょっと待って、どうしよう。いや、 RT は攻撃した方がいいと思うね。だから RT には、いやでも毒入ってないから毒付与しとこうかな。でフライがパフューム、あー、ここでパフュームなくなってる、まあいいか。ブラッドにあげて、でつきつつくで、もう普通につついちゃうか。よし、しげ、後のことまで考えてしっかり貸しに行く。そのためには毒が絶対必要なんだよ。よし、ナイス。じゃあブラッド、でこれバックインフェルノ、さらにフライで、まあ普通に攻撃、ギースが今なんか攻撃できひんのかな。でアダス、ファイアーボール4。あっ、決まったんちゃう、これさすがに決まったんちゃう。まだ、え、めっちゃ勝たないこいつ。あっ、ナイス、アップな。よしよし、あ、経験値一番でかいかも今まで。あ、カートスラム3。全体攻撃があるからな、フライはな。よしよしよし、これ何や。鍵を手に入れた。鍵、はあ、なるほど。なんかのあの、あれか、トラックかなんかの鍵か。で、この状態な、いつもこれ。これバグ、これバグやろ、これ。もう、この状態。あ、なおとなおと、なおと。じゃあ戻ろっか。全部行ったはずやから、戻って、鍵を使えばいいんかな。でも、うちはもう持ってるから、右にも行くことできるはずやねんけど。よし、じゃあここで、もう先に、あの、船作っちゃうわ。なんでかっていうと、今セーブポイントが欲しくって、その鍵を使うとこ、あれ、ちょっと、いや、俺そんな聞いてないんだけどな。どうしようかな。一回軽く回復しとく。ドメスティックジャーキー売っといて、これダイエットココラコーラもう使っとくか。よっしゃ、なんやこいつ。え、うちのあれは、おじさんは、すまないな、幼なじみを。あ、スティッキーかこいつ。俺はお前に世界を破壊させるわけにはいかない。道をどけ、スティッキー。お、なんで今回そんなちょっとかっこよくなってんの。お前、前ものすごく顔でかかったやんか。ちょっとこの、あとブラッドのサンプラザジャカの状態とジョイギレ状態ってなんなん、あんまよく分かってないんだけど。これ強いんかな、スティッキー。対1のやつやったらな、フライじゃないねんけどな。まあいいか。まあバックインフェルノでいつも通りですよね。ここら辺まで来たらいつも通り猛毒続くからのスタートです。うん、ナイス猛毒ですね。当たればいいんですよ、それで。はい、インフェルノ炎上も来ました。ん、こんなことをしたくないようだ。まあ彼が、まあ、何をしたかとかって細かいことは分からへんけど、ただ俺の目線で見れば彼はやっぱうちの娘を手をかけたっていうか、そういうところを俺は感じるから。打ちすぎやって、お前さ、まだやんのお前。はあ、お前石膏で。まあこれ何回か戦ってるわけじゃないですか、彼と。まあやっぱ彼は幼馴染で、僕にとってはこうブラッドにとってはっていうかな、非常にあの仲の良い、まあなんていうかな、倒しにくいというのかな、的なはずなんですけど、本来は。ただやっぱもうコロッと変わったよね、俺の捉え方としては。お、倒した。こんな真似はするな。なんか微妙やな。まあ、こいつは別に俺あんま好きじゃないからいいねんけど、まあ、やっぱ俺からしたら娘を手かけたっていう、それがでかすぎるから。でお前はさずっとそれ覗いてたから何にも気づかへんかったってこと。あれ、ボードを作るための材料を揃えちゃった。素晴らしいよ。早速この新鮮な材料たちで作ろうよ。出発の準備は全部バッチリ。女の子があの島のあたりにいることはこの目で確かに見たよ。だからもう必要なもの、何もかも用意したことを確認しておいてね。何、いよいよ最終回ってことですか。え、それなら俺車ちょ見てくるわ。え、セーブしたいねんけどな。なんかさ、あの車の中に何かあっても困るからさ。おっしゃ、来た、これや。ここに鍵を、え、この鍵じゃない。あっ、すいません、失礼しました。あれどう、敵、あれちょっと一回回復しとこう。いや、ホースジャーキーはもったいないでしょう。でもランドーの軍用職はどっちも回復するんですよ。
水の入った瓶。いやでもジョイ状態は消えへんしな。いやココラ、コーラ使うのももったいないしな。いやセーブしないけど。行くキャネ、かかってこいよ。お前たち人間は学習しないな。好奇心は命を落とすことにしかつながらない。